はい、どうも、相撲情報室な編集長の竹内でございます。右肩上がりっつってね、やっていこうかなと思いますが、昨日かな、横綱白鵬関が、新型コロナウイルスに感染したという発表があり、初場所の出場はほぼ難しいんじゃないかと、この件で、ちょっとその件に関してちょっと話したいなと思います。で、これでね、白鵬関をなんかネットで見たけど仮病だとか言ってる人とかいましたけど、ちょっとそれはね、それをこう発信するというのはいかがなものかと個人的には思いましたけどね。なんか仮病だとか、その引退を延命してるとかね。で、これでやっぱ一番そのちょっと気になるのが、やっぱ横綱審議委員会が何というのかなっていうのもありますけどね。ちょっと横綱審議委員会もね、一応玉ノ井部屋の力士とかは番付を据え置きっていう風になったから、横審がどうこういう話ではないんですよね。ウイルスの感染なんてこうもうなってしまったらしょうがないんだから、しかもね、この広がってしまっている以上ね、ご家族もいらっしゃいますし、お子さんとかちっちゃい子もいるから、白鵬関ね、そういった子たちもちょっとね、家族の方とか感染してないかなという心配はありますけど、ただ、ね、嗅覚がに異変を感じたと、何もこう匂いを感じないというふうになって PCR 検査を受けたと、報道ではありましたが、その他にもこうね、症状が出てきて、関節痛や、あと味覚、あとは脱毛なんかもあるらしいですね。そう、あと筋肉痛か、そういった後遺症なんかも残らなければいいなとは思いますが、ただただね、完治してほしいとは思いますよね。やっぱりこう歴史的な記録をたくさん塗り替えてきた大横綱ではありますから、そこは心配ではありますね。どうなるんでしょうね。でも本当それがもう心配ですね。どうなるか不安というか、で、相撲協会も昨日の1月5日の発表で、今日この1月、今ね、時間が16時57分、1月6日の16時57分にこれ今撮ってるんですけど、これ、チケット大相撲の、画面なんですが、1月6日の17時で、売り止めをすると、公式の、相撲協会のホームページに、令和3年1月場所入場券販売売り止めのお知らせと、これがちょっと速報で昨日の時点で、更新されてて、で、状況を見て、変更前は入場券の在庫がある限り興行当日まで販売と、変更後、入場券在庫に関わらず1月6日水曜日17時で売り止めとします。売り止め、まではチケット大相撲ウェブで購入可能です。当日券販売も行いませんと。で、チケット販売状況を見たら、やっぱ椅子席、2日目以降の椅子席は、14日目ぐらいまで結構、売れ残ってはいますが、マスに関しては、マス B、マス C の、以外ほぼ売れてる状況です。マス B、マス C に関しても、3日
目から、6日目、9日目10日目が、まあまあ、あの在庫ありと残りわずかではない状態ですね、そんな状況ではあるので、まあ、あとはその一応ね報道でありましたけど、柴田山広報部長が言うには、まあ国から、要請がない限りはね、通常開催を行うというところですが、あとだから今日が6日なので1、2、3、あと3日4日か、の間に、まあどうね、状況が変わるか、本当に直前で変わるかもしれないんで、まあこの辺りどうなっていくかなと。でもやっぱりね、普通に考えて相撲協会もあの興行してなんぼですから、きついというか、こう開催しないことにはやっぱりね、みんなのお給料も払っていかなくちゃいけないし、開催はしたいだろうなというのはすごくありますが、まあどうなるんでしょうかね。まあ僕も一応まあ明日からアルバイトがようやくまた始まるという感じなんですけども、今日まではね、まあ、ちょっと仕事も入れてもらえなかった。39歳にもなるとね、意外ともバイトも結構落とされるというか、なかなか厳しい。なんかお仕事をお待ちしますんで、なんかこうね、相撲情報室内にできるような、あのね、僕竹内和馬個人でもいいんで、あのできるような仕事があればね、ぜひお声掛けください。もうね、ホームページにもあのツイッターでも何でもこうメールアドレスは公開してますんで、なんだったらフェイスブックページなんかは電話番号もあの公開してますんで、相撲情報室綱で検索してくれればね、何かしら連絡先は出てくると思いますので、ぜひお願いしますっていう感じですかね、今日は。はい、まあ昨日ちょっとね、高田織木さんのチャンネルのこと言いましたが、まあ賛否両論、まあ狙った通りあるなというような感じですけれども、高評価低評価が、狙った通りついてるなっていう感じですね。まあまあいろんな意見あるんでね、最終的な目標はね、たくさんの今の若い子どもたちに相撲に興味を持ってもらって、相撲にね競技としてねやってもらうとか、そういったところが目的になってますんで、これからもこういった、まあ、動画配信続けていきたいなとは思っております。はい、まあまだまだなんですけれどもね、ひとまずの、登録者1000人、頑張って増やしていきたいと思いますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。それがね何よりの励みになりますんで、明日も頑張るぞっていうね気になりますから、ぜひお願いします。それでは今日はこの辺で、さよなら。